ハウメ、アントニムナルクラルは、スペインバレアレス諸島州、サンタニー出身の男子プロテニス選手。11歳年上のラファエル・ナダルと同じマヨルカ島、出身であり、2016年に設立された、ラファエル・ナダルアカデミーで学んだ。カタルーニャ語での発音は、ジャウマムナル。2014年全仏オープン男子、ジュニアシングルスには、第7シードとして出場し、 準決勝までの6試合すべてをストレートで勝ち上がって決勝に進出した。決勝ではロシアのアンドレイ・ルブレフに敗れて準優勝だった。2015年1月26日には世界ジュニアランキングで3位となった。2015年全仏オープン団し、ジュニアダブルスにはアルバロロペスサン・マルティンと組んで出場した。ノーシードから六試合を勝ち上がって優勝した。二回戦では 第7シードのペアを3回戦では第3シードのペアを下している。2015年のドイツ国際オープンにはワイルドカードで出場し、1回戦では第7シードのギレルモ・ガルシア・ロペスに勝利した。この勝利は第1セット途中の相手の危険によるものだったが ATP ワールドツアーにおける初勝利となった。また、この大会後には世界ランキングで500位入りを果たした。 2018年全豪オープンダンスシングルスでは予選から本戦に勝ち上がった。1回戦でガエルモンフィスにストレートで敗れた。ATP ワールドツアー9戦目となった2018年全仏オープンダンスシングルスでは予選から本戦に勝ち上がった。1回戦で同じスペインのダビド・フェレールと対戦し2セット選手されてから3セットを練習して逆転勝利した。2回戦では 第20シードのノバク・ジョコビッチに0から3のストレートで敗れた。2018年ウィンブルドン選手権男子シングルスでは予選1回戦で敗れた。2018年全米オープン男子シングルスでは1回戦でラッキールーザーのルーベン・ベメルマンスと対戦しフルセットの末に勝利した。2回戦では第13シードのディエゴ・シュワルツマンと対戦して敗れた。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。